オランザの白川です。今回は2月にあるジャパンキャンピングカーショーに出展する車両の紹介ですね。第1弾目となっております。今回紹介する車両はジェイコの J フライト 174BHW というものになります。じゃあまず価格からいきたいと思います。価格が、まあ、600万円ジャストとなってまして、税込みで660万円ですね。どんどん価格が上がっております。で、長さですね、大きさから入ります。長さが 6.6 メートルになってます。横幅が 2.2 メートル、高さが 2.8 メートルですね。以前のモデルはルーフエアコンが採用されていて、高さ前高がですね3メートルあったので、ちょっとカーポットに入らないよっていうお客様結構いらっしゃったんですけども、今回からは壁エアコンになりましたので、まあ、ちょっと 2.8 メートルだったのでカーポートとか倉庫にも入りやすいのかなとは思います。で、前回からの変更点としては、フレッシュウォータータンクが113リットル増えました。なので、まあ、前のモデルよりかはシャワーとか水がたくさん使えるようなモデルになっております。はい、じゃあまずフロント周りから、はい、この車両はキャンピングトレーラーとなっておりますので、まあ、前に車がつくような感じですね。これは引っ張られる側で、これ連結部分になります。で、連結に関してはまた違う動画で細かく説明しようかなと思います。で、これまだちょっとアメリカから入りたてで、ガスボンベ1個しかついてないんですけども、私たちの方で5キロボンベ2つ詰めるように、ここにプレート引いて、いろいろ日本仕様にどんどん変えていきます。まあ、全体的に前もフロントも波板になって、ちょっとアメリカンチックになったのかなとは個人的には思います。ちなみにこの車両は、はい、牽引免許とかは必要なんですか？牽引免許必要になります。はい、はい、と牽引免許750キロ以上から必要なので、だいたいアメリカントレーラーはちっちゃくても、まあ、1トン近くはあるので、アメリカントレーラー引っ張りたい方はぜひ取っていただいて、はい、特に学科とかはなくて、金額的には17、8万ぐらいでね、取れるっていうふうに聞いてますから、合宿行ったらもうちょっと安いかなと思います、うん、これはまあでもお客様の時間に合わせて通っていただくのが一番いいのかなとは思います。皆さんやっぱり検討してる方はね、運転好きな方なのでね、うん、意外と話ではね、教習所行くまでは億劫だけど、うん、申し込むまでは億劫だけど、行き始めると結構楽しくなるんだねいう声も聞きますけれどもね、はい、そうですね、すいません、ちょっと余談でした、すいませんはい、じゃあこちらの側面から紹介していきます。はい、まずじゃあ全体的に見て、まあ、大きい窓が3つあります。で、この上にこういう網やみがついています。で、これ先ほど言ったルーフエアコンから壁エアコンになりましたので、室外機が横側につくようになっております。なのでこちらについていますね。はい、で、この窓の1つ目の窓の下にはフレッシュウォータータンクの給水口になりますね。これ先ほど説明した113リットルの水を入れるための穴になります。前回はこの蓋がついてなかったので、このままキャップが露出してたので、ちょっといたずらとか怖いなっていうイメージがあったんですけども、今回からこういうキャップがついたので、まあ、いたずらとか防犯対策になります。ちょっと安心ですね。安心ですね。で、この下行っていただくと、このフレッシュウォータータンクの排水ドレインがあります。なので使い終わった後はこんな感じで水を出して排水するような感じになります。はい、じゃあ続いて後ろ、こちら電力ですね。ここから電力を入れて中で使えるようにしますね。とこちらにはテレビの入力があります。日本ではあまり見かけないんですけども、アメリカとかは RV パークに出力 のアンテナ線がありますので、それを挿すともうテレビ見れちゃうようなものになってますの で、まあ、日本でも、まあ、売ってるものもありますし、まだ RV パークでは私はまだ見たことないです。このトレーラーはちなみに地デジとかはアンテナついてるんですか？とアンテナはついてるんですけども、テレビをつけていただかないと。テレビはついてないと。テレビついてないので。でもアンテナはついてる。ついてます。はい、
わかりました。テレビをちょっとつけていただけたら見ることができます。はい、はい、でこちらに行くとシティウォーターコネクションというものがありまして、ここにホースをつないで外の水道ですねとつないでいただいて、まあ、外の水道を開けていただくと そこの水圧で中もシャワーとかシンク、蛇口ですね、そのままの水圧で使うことができます。もうエンドレスということですかね。エンドレス、はい、無限に使えます。はい、ここ横の蓋パカンと開けていただくとこういうものがついております。これは何かというと、まあ、前回のモデルでいうとボイラーという名前なんですけども、今回はタンクレスウォーターヒーターというものに変わりました。まあ、タンクがついてないですね。うん、分かりやすく言うと、まあ、日本のもので言うと給湯器になります。なのでこれも電源をつけて水道を接続していればずっとお湯を浴びれるようなものになっております。なのでこれは非常に使いやすくなったのかなとは思います。そうしますとお水とガスが持つ限りはずっとお湯が使えると。使えます。便利ですね。便利です。でこの下に行くと排水になります。使った水とかですね、あとこれはブラックとグレーで分かれてまして、ブラックがトイレになります。これ一応中にトイレついてますの でブラック、このどっちも75リットルずつありますので、このグレーというのは生活排水になります。で排水の、まあ、出口は一緒なんですけども、ブラックとグレーで分かれてまして、で排水する際はこの中にしまってあるホースですね。このホースを持ち運ばなくていいんですね。そうです。でこれを、まあ、このキャップみたいな接続をすみませんしていただくと、これで、まあ、ご家庭の汚水マスですねに刺して捨てたりとか、あと RV パークで捨てていいよっていう場所がたまにあるので、そこに捨てるような感じになりますね。汚水マスが遠かったりすることとか、あ、遠かったりする場合はですね、ここを延長どんどんできるので、うん、でも限度としては約10メートル以内まではにしてほしいですね、このホースの長さは。はい、はい、で先にブラック流してトイレの方を流して、次に生活排水流すような感じですね。それは何か理由があるんですか？これはホース内をきれいに保つためにそういうふうにやっております。先に、まあ、汚いものを流して、その次に、まあ、シャワーとか、まあ、洗剤とかですねがいっぱい含まれているものを後から流して、ちょっとホース内をきれいにするような感じですね、うん、はい、で皆さんこんな感じで閉まっております。で後ろに来ていただくと、まずじゃ左の真上ですね、これラダーのフックになります。前回のモデルはこんな感じで何もついてなかったんですけども、今回からはこういうラダーのフックがつくようになりました。こんな感じ なので、まあこれは本当に24年モデルだなっていう、後ろから見て分かるようなものになります。屋根に上がるメリットっていうのは何かあるんですかね？まあ洗車とか、まあ洗車とか、あとは人乗っても何人乗っても大丈夫なので、まあ、花見とかお花見ですね。お花見とか、はい、できるのかなとは思います。まあ、花火とかも良さそうですね。じゃあね。そうですね。でも落ちたら危ないので、はい、ちょっとそうですね。そうですね。自己責任で。自己責任で。はい、でここ真ん中にあるのがこれワイヤレスカメラのベースになります。でまあ、スペアタイヤがついてまして、ちょっとまだこれアメリカ仕様なのでウィンカーがついてないですけど、ここにウィンカーがつきますのでご安心ください。はい、この横に行きますと、このでかいものがありますね。これはオーニングというもので、まあ、日差しとか雨とか防げるものになりますね。で前回はこれが10フィートという、まあ、日本でいうと3メートルだったんですけども、今回は12フィートに伸びまして、まあ、大体 3.6 メートルの長さの横幅ですが広がりましたので、結構広々と
まあ、60センチ伸びるだけでだいぶ広げると使えるようなモデルになっております。でこれまだ全開出してないので、全開出すと3メートル弱は広がるのかなとは。電動でできるのは楽ちんですね。そうですね、これ電動なんですよ。なかなかないですよね。雨が降った時も中からボタン一つでグイーンと出せますので、はい、とても便利です。スピーカーが2つありまして、この真ん中には換気扇の排気がありますね。ちょっと顔みたいで可愛いですね、うん、でこちらの銀色のものは FF ヒーターの排気口になります。 FF ヒーターなので、まあ、暖房設備なのでここすごい高温になります。なので、まあ、お子さんがちょっと触らないように気をつけてください。でこの下に行くとまたドレインが2つありまして、こっち側が青とこの奥が赤になるんですけども、青がまあ水で赤はまあお湯になります。これは中の水道のドレインになりますので、まあ、水抜きという作業の時によく使われるドレインになります。まあ、水抜きは違う動画でご説明させていただきますので今回は省略させていただきます。配管の中の水を抜くドレインっていう感じですかね。そうですね、配管の中の水を全部出すためのドレインになります。冬場は配管の中の水が凍っちゃうと膨張して破裂する可能性もある、はい、なので抜いとくと空洞になって、寒さにも強いという感じですかね。はい、はい、こっちと外で電源が使えます。しかも2口ついてます。なので外でたこ焼きパーティーとか好きですね。たこ焼き好きなんで、はい、たこ焼きパーティーできますので。でこっち行くとエントランスドアになりますね。収納庫になります。真ん中に鍵がついて横でフックで開けるような感じで開きます。でここは磁石でくっついてるのでこんな感じでこんな感じでつきますね。で中は大人2人ぐらいは入れる広さがあります。なのでここに、まあ、外で使ったテーブルを縛って皆さん使ってますね。はい、じゃあ外の紹介はこれで以上になります。はい、じゃあ続いて車内の紹介に移りたいと思います。こちらまずエントランスが入っていただいて、まず最初にこちらドアですね。こんな感じのドアがついていて二重構造になってます。こんな感じで、で1個目が網戸になってます。なのでまあ春とか気持ちいい時にこれこういうことにこういう、まあ、網戸をしていただくと外の涼しい風を浴びることができます。車内でもでこんな感じでついていまして、こういう感じで閉めれます。はい、はい、こんな感じでドアを閉めれますので、はい、じゃあ先にこのスイッチ類の説明に移りたいと思います。はい、まずじゃあこちらですね。こちらは先ほど説明したオーニングのスイッチになります。これインって書いてあるホースとしまわれて、こんな感じでしまわれてアウトって押すと外に出ます。こんな感じで、でこれ好きな場所を止めれますのでご自身で調整していただいて、でこの下に行くと照明のスイッチになります。こんな感じで消えたりついたりしますね。外も消えますね、こんな感じで。でここはコントロールパネルになってまして、まあ先ほど説明したブラックとグレーとフレッシュとバッテリーの残量を見れるパネルになります。でこの下はまあ、車内で、まあ、水を使えるようにするためですね。フレッシュウォータータンクから水を汲み上げるためのポンプのスイッチになります。こんな感じで、なので使うときはポンプをオンにしていただいて使うようなイメージですね。はい、こちらですね、入って右手側にありますのがまずベッドがあります。はい、この大型ベッドです。200と奥行きが150あります。なので私が寝てももうこんな感じで広々で大の字で寝ることができます。
ちょっとスマホが出ちゃいましたね。こんな感じで使えて、まあ、両方に窓があるので、まあ、結構寝ながら自然を感じたりとかできるのかなとは思います。で、上には先ほど説明した壁エアコンになります。まあ、ここにあるので意外と車内全体的に冷えるのかなとは思います。で、この前の方に行くと収納がこんな感じにあります。で、まあ、先ほど窓を説明したんですけど、これブラインドもありますのでプライベート空間はしっかり作れます。はい、じゃあ後ろどんどんこっちに行きますと、ここにはテーブル、2人掛けのテーブルがあります。こんな感じで結構広々と使えるモデルになりますね。これは5人就寝可能なので、でも2人向けのテーブルだと椅子になっているので、ここにまあアウトドアのチェアとか置いていただけたら、まあ全然広々してるので全然椅子も置いて皆さんでワイワイできるのかなとは思います。で、こちらの窓にもブラインドはついてますので、夜も閉めて皆さんでプライベート空間を楽しめるのかなとは思います。はい、はい、この上に行くと収納、また収納がありますいろんなものがしまえちゃいますね。で、この奥に行くと Bluetooth の、まあラジオとかも聞けるんですけど、これアメリカ製品なので山奥とか行くと受信しなくなります。なので大体 Bluetooth のみで使っております。これ今ちょっとつないでるので音楽流してみましょう。はい、すいません、ちょっと音割れがすごかったのでちょっと取り直しております。オーディオはこんな感じに音楽を流すことができて、中と外でスピーカーを切り替えることができますね。こんな感じで、これ今外だけで、これは押すと中だけでいろいろできますので、こういうものもついております。はい、じゃあ続いて基地周りですね。上からじゃあ紹介していきます。で、こちら上開けていただくと収納が、はい、こんな感じであります。ここも結構広い収納がついてますね。で、右に進んでいくと電子レンジがついてますね。ポップコーン、ポテト、ピザ、すごくアメリカンっぽいこれアメリカ製品なので結構アメリカンチックなものがついております。まあ、この下は換気扇がついてたり、で、この下行くとシンクになりますね。結構広いので料理も意外とできちゃうんじゃないかで、水ちょっと出しますね。こんな感じで水が出ます。ここでまあお湯と水で分けれますので、寒い時はお湯にしていただいたらお湯が出ますので使い分けていただいて、こちら行くと2口のガスコンロがついてます。2口あるので料理も楽々で、プロパンガスなので、ね、火力も結構強いです。で、この下行くとこちらはまた収納になります。結構広いですね。工夫していただいたらもう結構入ると思います。鍋とかもいっぱい入っちゃいます。で、右も行くとこっちも収納になります。結構ありますね。で、さらに右に行くと冷蔵庫ですね。上が冷凍で下が冷蔵庫になります。結構広い大きいものがついてます。で、こちらは以前のモデルと違って12ボルトのバッテリーで動くようになってますので、走行中も電源をつけて移動できるっていうのがメリットになります。なので、まあキャンプ場ついて冷えたビールがすぐ飲めるということで結構おすすめなものになっております。はい、で、こちらの下行くとまたこちらも収納になってます。こんな感じでここだったらお皿とかしまうのはいいのかなとは思います。で、この下行くと FFC ヒーターがこんな感じで下についてます。で、スイッチはここにありますね。右にするとスイッチがつきます。こんな感じで今つきました。最初は風出るんですけども、まあ、風の
勢いでスイッチを押されてガスが点火するような仕組みになってますので、最初はちょっと冷たいガスが出ます。でこちらに行くと2段ベッドがあります。まあ上も下も大きさは変わらないんですけども、実際にちょっと寝てみましょう。こんな感じで、私身長172あるんですけども余裕で寝れちゃいます。なので大人も寝れるかと思います。続いてこちらの奥のドア上げていきます。もう皆さん多分感づいてると思うんですけども、トイレとシャワーがこんな感じでついてます。じゃあちょっと実際中私入ってみますね。すいません。はい、こんな感じになってます。こんな感じで上にスカイルーフと換気口もついてますね。でトイレに行くとこんな感じで洋式の、まあ当たり前なんですけど洋式のトイレがついております。なので実際に中に入ると、まあ今座ってます便器、こんな感じに膝は結構広いです。なので広い、結構広いですね。こんな感じで結構広々としております。こちらが先ほど説明した給湯器のスイッチになります。こんな感じですね。でここで温度設定して今41度で設定しますね。もうひねったら41度でずっとお湯が出てくるような設定になってます。シャワーヘッドこんな感じですね。こんな感じで水が出ます。ちょっとこれバスみたいなついてるんですけども、これはお湯ためるようなものではないんですけども、ワンちゃんとかお子様でしたら軽くは疲れる大きさなのかなとは思います。はい、じゃあ今回見ていただいた J フライト174の紹介は以上になります。まあ本当に2人でも使えますし、まあ5人まで、まあ、ファミリーでも使えるので、結構使い勝手がいいトレーラーとなっております。はい、まあ、一番売れてるトレーラーでもあるので、これはもう昔から不動の人気が保たれているようなレイアウトになりますので、よかったら幕張の一番大きいイベントのジャパンキャンピングカーショーによければご来場なさってください。